山津照神社古墳は、滋賀県米原市の砥瀬にある古墳。形状は、前方後円墳。沖永古墳群を構成する古墳の一つ。滋賀県指定史跡に指定され、出土品は、滋賀県指定有形文化財に指定されている。墳丘右に前方部、左奥に後円部。滋賀県北東部、湖北地方の横山丘陵の南端部に築造された湖北地方では代表的な後期古墳である。一帯では、塚の腰古墳、後別当古墳、一塚山古墳、狐塚古墳などとともに、沖永古墳群を構成する。現在は、式内社の山津照神社境内に位置し、1882年の山津照神社での工事の際に発見され、石棺、遺物が出土している。現在までに、墳丘の一部が作閉を受けているほか、1994年には京都大学による調査が実施されている。墳形は、前方部が発達した後期の前方後円形で、前方部を西方向に向ける。墳丘長は 46.2 メートルを測る。墳丘表面では段竹、吹石は認められていないが、岩見型縦型埴輪、円筒埴輪が巡らされるほか、北川区ビレブでは、祭祀跡と見られる遺構から作り手の存在可能性が指摘される。竣工は認められていない。主体部の埋葬施設は、横穴式石室で、内部に家型石棺が据えられている。この石棺からは、明治の発見の際に、金銅製棺、刀剣、水晶製三輪玉など、多数の副葬品が出土している。この山津照神社古墳は古墳時代後期の6世紀中葉頃の築造と推定される。沖永古墳群では塚の腰古墳に後続する主張墓に位置づけられるとともに沖永古墳群ひいては酒田郡一帯では最後の前方後円墳とされる。沖永古墳群は酒田郡の豪族の沖永氏の主張墓群と推測されており、本古墳もその一つとされる。琵琶湖対岸では、同時期の古墳として、鴨十日山古墳も知られ、これらの古墳を映像した沖永氏、三好や両氏が関係する、景泰天皇をめぐり、当時の歴史的背景を考察する説も挙げられている。古墳域は1969年に、滋賀県指定史跡に指定されているほか、出土品は1957年に、滋賀県指定有形文化財に指定されている。滋賀県指定有形文化財、山津照神社古墳出土品の明細賞は32年8月26日指定物件の明細平成18年3月17日追加指定物件の明細。ありがとうございます。